Hello everyone, this is Karen's channel. オーチャードで一番うるさいと言える伊勢丹のど真ん中で撮っております。アホなのか。一番日光が当たる場所ここなのよね。シンガポールにある日系スーパー4つを紹介します。スーパーの中だったり、値段の比較もしていこうと思います。何かご参考になれば嬉しいです。まあ、日系スーパーといえばメジャーでしょうということで、今日はミレニアウォークの方のメジャーにやってきました。普段グレワの方行くので、ここは初めてです。多分グレワのより広くて大きいです。中入ってみよう、楽しみ。日系スーパーでも普通に海外のお菓子とか売ってます。何これ、こんな大きいキットカット見たことない。シンガポールの普通のスーパーで売ってるものでも確かに見たことないものが多いから、やっぱり種類が豊富なのかな。奥に行くと野菜があります。はい、クイズです。こちらの一袋の枝豆はいくらでしょう。航空便です。正解は一袋 14.8 ドル。これはオーストラリアのだから、日本産の高いものばかりってわけではないけど、まあ主に日本のものですね。日本からはるばる飛行機でやってきた野菜たちが並んでおります。日本と全く同じ食材があっても鮮度が全然違う感じです。こちらは買ってる人を見たことない高級フルーツコーナー。友達に聞かれました。誰がこういうの買うのって。ビジネスのお土産ぐらいでしかあんまり思いつかない。あとメジャーといえば種類豊富な魚介類、お刺身とかこういうお魚です。このサバはとても美味しいからおすすめ。うなぎコーナーだってもう調理されてるうなぎがあります。お米も種類豊富で、正直どれが一番美味しいのかよくわかんないけど、これが一番お家で見かける気がする。秋田小町。日本のベビーフードもある感じで、マイロはどうなんだろう、ガオシュータイだからレスシュガー。日本から来てない普通のマイロもあります。小学生の頃大好きだったけどあまり買ってもらえなかった高級なサクルチーズここのフェアプライスで売ってる練り物も普通に売ってるので、日本のものばかりだけではないです。こちらはスーパーの中で大好きなコーナー、気分コーナーで、相棒のかまぼこは6.2 ドルだから特別な時に買います。今日は特別なので買いますこうやってね凍ってるから、どうしても日本で食べる時よりかは質が落ちちゃいます。大好きなハヤシライスも日本でため買いして持って帰ってきます買えるんだけどね。やっぱりお菓子作りの時短といえばホットケーキミックスだけど、高いしあんまり売ってないから私のお菓子作りの動画には登場してきませんでもこういうの使ってなんか作ってみたいと思う。ヒルナンデスとか、まあ、SNS で流行ってる時短料理、節約料理は基本的に通用しないので、豆苗もまあまあするし日本の調味料とか、そこは柔軟に対応して臨機応変っていうのがシンガポールタイプです。もちろんローカルのもので代用もできるんだけど、やっぱね日本のものがどうしてもキラキラして見えるのよ。このパスタソースとか一袋 5.3 だから、もうだったらポーカーで食べちゃう基本的に2階は食品売り場で、薬局もあったりしたんだけど、だいたい食材食品。1階はデパ地下っぽい感じになってて、地方からのお菓子とかお酒などが売ってました。でそして隣にパン屋さんもあります。お酒は別の売り場になってて、ちょっと離れた向かい側斜めぐらいの位置にありますミレニアウォークのメジャーはそんな感じです。日本人以外でも今日とか特に外国人のお客さん多くて、ジャパニーズフードが欲しいっていう方だったり、もうちょっと良質な食べ物が欲しいという方に人気です。はい、次はイロハマートです。ここはプラザシンガポーラの店舗なんですけど、チャイナタウンにももう1店舗あって、こっちの方が大きくて種類豊富だからプラザシンガポーラの方がおすすめです。スーパーというよりどちらかというとお菓子屋さんかな。料理用の食材というよりお菓子作りの調味料だったり、まあ、レトルト系お菓子系が多いです。メジャーで売られてないものもあります。こういっ
った季節物を揃ってるのはいろはマートならではの特徴かな。お菓子作り系も日本のキットとか売ってます。ここだけすごい日本みたい。見てこれ、いや難しい。小学校を思い出す。行ったことないけど。あとカップ麺が多い。気づかなかったけど、ものすごいインスタント系の食品が多いです。このスープの種類とか明治屋やドンキと比べると全然違うので、直接輸入してるのかな。このキッコーマンの豆乳好きなんですけど、こんなに種類ないんだよね、他の場所は。やっぱ書いてあるわ、日本直輸入って。珍しい食材とか売ってます。一応野菜や生物もあるけど、まあ、ちょっとしたおまけみたいな感じで端っこに置いてあります。で旬のものも入ってくるイメージ、まあ、こういうのとか見たことない、シンガポールで。大好きな創建ビチの値段が恐ろしい。お酒もかなり置いてあって、あんま詳しくないけど、日本の日本酒とか。お餅の粉だって、すごい。北海道のビートソースだって。私の大好きなイワシの甘露煮だ。あとコーヒーのコーナーもある感じ。ドリップのものとか。はい、いろはマートで買い物終わったんですけど、 BGM がまあでかいことそれはさておき、改めて分かったことは、期間限定のものが多くて、その分少しお値段も張るけど、スーパーやメジャーで手に入らない期間限定のものとか地方のものも買えることです。あと品揃えがコロコロ変わるので、見るだけで入るだけでも楽しめるようなお店だなと私は勝手に思ってます。次はどんどんドンキです。いや、ここは外せない。マーケットブレーカー明けはここが大行列になってて、音楽がキャッチーで本当にパラダイスエブリデイなんですけど早速中入りましょう。冷凍食品から何まで揃ってるんですけど、多分これはシンガポール製造だと思う。ちょっとそう、マニファクチューバー、あ、香港からできたね。それが安さの秘訣かもしれない。かまぼことか 5.5 メジャーより全然安くなってる。そう、いちごともも味はあっちのお店なかった。ドンキにしか売ってないものもあるみたい。セールのサインがガンガン目の前に出てるんですけど、明治屋とはやっぱり品が違いますね。これは衝撃的。全然値段が違う。サケルチーズあんま気づかなかったけど 1.6 ドル違うと思う。ドンキの方が明治屋とか伊勢丹より安いっていうのは当たり前だけど、あんまり意識してなくて、で今回初めてこう値段を比較することによって、やっぱりセール店だなと実感しました。あと見たことないアイスも売ってるよね。季節感は外れてるけど、見かけないアイスたち。日本の日常食ってなんだろうでも全然日本のドンキよりかは綺麗で、ここの人たちでは明治屋とムスタファを合体させたって言ってるらしい。確かにサーモンも相変わらず大人気だからたくさんあって、お肉の種類も豊富で、イオ L サイズと M サイズがあるみたい。ちなみにここオーチャードの方が一番大きい店舗で、東南アジア初のどんどんドンキ店舗だそうです。知らなかった。ちょっと狭くなってる感じが日本のドンキっぽい。わ、すごいの見つけちゃったでセールっていう価格が何よりもアピールがすごい。日本携帯食物おい、名前は不思議だけど美味しそうなアイスとか、あとねこういうお弁当お惣菜売り場もあって、これ最近できたんですけど美味しそう。あとこれすごい面白いのがドリンクドランクドンキーっていう酒場もありますすごい世界観作ってる。サラリーマンの方とか仕事の合間に買って食べる人も
多くて、まあ、みんなジャパニーズフード大好きだからすごい手に取ってる。もう見ての通りドンドンドンキっていうブランドのイメージが全く違っていて、ドンドンドンキですから日本のドンキホーテとは別物ですからみたいな綺麗に整列されてて、高級フルーツもあったし、日本と比べると小じゃれたドンキです。1階は食品売り場、2階がお菓子とか、美容品、お土産系、あとお酒も売ってます。あのこういうの見るとドンキだなって思う。ちょっとうるさい感じ。栄養系、美容系ですね。ちょっとおしゃれなものも入ってたりして、まあでも明るくて綺麗です。コスメブランドは日本と比べると数は少ないけど、いろんなショッピングができます。シングリッシュのサインがあるのはさすがシンガポール。こっちがお酒で、あ、めっちゃ綺麗。酔わな酔わない梅酒のあれ、あとは日本酒とか。どんどんドンキの歌が大好きすぎて家でも歌っちゃう。どんどんドンキ。こういった面白い筋トレグッズも見るの好きです。ちなみにですが18禁コーナーはないです。すいません、楽しみにしてた方。ただ他の店舗はあるみたいなので、ぜひご自身で行ってみてください。オーマイガー、うまい棒か。アルファベットに日本の商品が書いてあると分かんなくなっちゃう。あ、このドアドンキっぽい。素晴らしい100点だったわ。普通に季節のもの普通にやりました。物が多すぎて見落としてしまう、それがちょっとした難点。慣れてたらスースースイっていけるけど、さっきまで普通のキノコの山はあったけど、イチゴのとか見なかったし、ドンキといえばのキットカットもたくさんあって、外国人観光客が必ずわっと手に取って、この渋谷のドンキで大行列だったのを思い出す。なんか楽しそうなものを見つけた。キノコの山を作ろうみたいなお菓子作りのものとか、お子さんでも楽しめる。いろはマートだとやっぱお酒とかこだわりが好きな方におすすめだけど、ここはとりあえずたくさんいろんな種類を買いたいっていう方におすすめ。はい、そして最後は伊勢丹のスーパーです。明治屋よりも高い、もう超高級スーパーなんですけど、ここだと日本でもまあいい感じのスーパーだと思います。昔はよくここと明治屋で買い物してたんですけど、最近全く来なくなりましたね。まあ、早速中入ってみましょう。トマト1袋$16、わお。こうやって一個一個ラップされてるところがもう質の違い。節約といえばの豆苗もきっと高いと思う。書いてないけど。ちょっと待って、日本のパプリカ個包装で1個700円ぐらい。わお。ここの方は季節によって中が変わります。宮崎マルシェラって宮崎のものが来てます。宮崎から来た高級金柑よ。お菓子作りコーナーにトミズのものもあります。超個人的な感想だけど、お寿司は明治屋のより美味しそうだと思った。やっぱりイロハマートの方が豆乳の種類は多くて、でも比較的品揃え、こういうなんかよくわかんないお菓子とかは伊勢丹多いです。お肉の質とかやっぱりいいのよ。だからパーティーするとかお客様呼ぶって時には伊勢丹で食材調達するのもいいと思います。あ、私の好きなハヤシライスがセールになってる。セールとかポイントのシステムもあるから、そこを把握してたらうまくやりくりできそう。あとは明治屋と違って伊勢丹はスーパーがメインっていうより、まあ、スーパーもメインだけど、イベントとか季節のもの、あのさっきの市場みたいなマルシェとかもいろいろあるから、マグロの開拓ショーやスイーツフェアなど楽しいことがたくさんあるイメージです。シンガポールのお土産も売ってる。チリソースとかなんか料理の素みたいなの、日本語で丁寧に説明書いてくれるのもありがたい。このパックを前探してたけど、ここに売ってたね。伊勢丹にしかないものもあるみたい。
でも冷凍食品は明治屋の方が全然多かったかな。綺麗、どこ見ても綺麗。スーパーの横にはちょっとしたデパ地下もどきがあるんですけど、本当にもどきで、お弁当屋さんが1軒、パン屋さん1軒、ケーキ屋さん、シャトレーゼが1軒だけ。まあ私は一般庶民だからかもしれないけど、買う楽しさより見る楽しさの方が大きいかなと思います。なんか綺麗なお野菜見てニコニコするみたいな感じの楽しみ方です。はい、というわけで私が思うトップ4の日系スーパーを紹介しました。似たような商品、同じ商品での値段の比較はこちらです。どうでしたか？予想通りでしたか？明治屋は家庭のライフラインになったんですけど、ここでシンガポールでずっと育ってるからかもしれないけど、日本のものがいいっていう気持ちはそんなにないので、フェアプライスで大体買い物します。要約すると、明治屋は家族向け、いろんなものがあって、もう王道って感じですね。土日は異様に混むことと、場所がちょっと不便なところにあるのがちょっとしたデメリットです。イロハマートは大体空いていて、チャイナタウンとプラザシンガポーラだから割と行きやすいんですけども、生野菜とか生物よりかはお菓子やお酒が中心として並べられています。どんどんどんきはもうどんどんどんきの個性がある人です。人じゃないお店ですね。食材はもちろん、グッズだったり生活用品も調達することができる、賑やかで若者にも手で届きやすい日系スーパーです。伊勢丹はまた高級クラスで、買い物といえば伊勢丹っていうイメージはそんなにないかな。オーチャードに行くついでに伊勢丹で買うっていう感じでした。伊勢丹は品数が少ない分、質のいいものだけ置いている、外れがないと言ってもいいんじゃないでしょうか。以上でシンガポールの日系スーパーまとめでしたが、私自身やっていてとても勉強になりました。あまりちゃんと比較したことがないので、特徴をつかむのも新しい発見がありました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もお願いします。ではまた、バイバイ。